はいどうも、ゆきともです。今回の動画テーマは、ラノベ読み必見、紙派も知るべき電子書籍のメリットということで、ちょっとね、趣向を変えて、電子書籍周りのおすすめポイントを動画で紹介していこうかなと思います。まあ自分はね、もう完全に今電子書籍派になっていまして、もうかれこれ10年くらいはもう電子書籍で本を読んでいるって感じなんですよね。まあこれまでね、電子書籍をがっつり読んできて、メリット、デメリットを感じていますので、そこら辺ね、がっつりまとめていこうかなと思っています。まあ電子書籍を導入したい人はもちろん、紙書籍派の人も知っておいて損はない情報をまとめていきますので、ぜひ動画最後まで見ていってください。それではやっていきましょう。今回の動画構成ですが、このような感じでやっていきます。丸1、どんな人が電子を導入すべき？丸2、電子書籍のメリット。丸3、電子書籍のデメリット。丸4、おすすめ電子書籍サイト。そして最後に、最強のサービス紹介という感じで、まあ、電子書籍のいい点、悪い点をまとめながら、個人的におすすめしている電子書籍サイトまで紹介しちゃいます。まあ、それとね、最後には、もうラノベ読みならガチで使ってほしい最強サービス紹介していきますので、ぜひチェックしていってください。それではまずはね、どんな人が電子書籍を導入すべきかっていうことなんですが、まずはですね、物理的に部屋のスペースが厳しくなってきた人は、もう電子書籍を導入するタイミングだと思いますね。まあ自分もね、経験したんですけど、本当にね、本って買いまくると、どんどん部屋のスペースを圧迫して、そのうち床が抜けるんじゃないかと不安になっちゃうくらいになるんですよね。まあ電子書籍はね、そういう物理的な制約から解放されますので、まあここら辺にね、苦しんでいるっていう人はもう今すぐにでも導入するべきですね。続いて二つ目、とにかくお金がない人。こういう人もね、電子書籍はおすすめです。まあ、この後にね、電子書籍のメリットの方でも解説するんですけど、電子ってセールが本当にたくさんあるので、安く本を買えるタイミングがめちゃめちゃ多いんですよね。まあ、それとね、紙書籍よりも安く価格が設定されているものも多いので、まあ、そこら辺もね、地味にプラス要素だと思います。まあ、ではね、逆に電子書籍を導入しない方がいい人はどんな感じなのかっていうと、まあ、所有欲を満たしたいっていう人は、電子はちょっと不向きですね。やっぱりね、紙書籍でずらっと本棚に並べた時にテンションってめちゃめちゃ上がりますし、コレクター魂がね、強めな人は、やっぱり紙書籍の方が相性いいと思います。まあ、特にね、紙書籍は店舗特典なんかがついてるものも多いので、そういったね、グッズが欲しい人は、もうこれはね、ちょっと紙書籍で買うしかないと思います。まあそれとね、紙の書籍っていう媒体自体にこだわりがある人も、やっぱり電子には向かないと思っています。例えばね、紙の手触りだったり、ページをめくる感じが好きな人とかですね。まあ本を読んでいるっていうこと、それ自体が一つの体験として好きな人は、やっぱり紙書籍の方が満足度は高いと思います。ただね、そういった人でも、電子を使わないって決めつけるのはかなりもったいないと思います。別にね、電子と紙両方使っちゃえばいいっていう話なので、適材適所で使えるようにしておけばいいんじゃないかなと思ってますね。ここら辺はね、頑固にならずに柔軟にしておきたいですね。まあ、といったところでね、電子書籍のメリットに関して紹介していきましょう。まず一つ目、欲しい本がすぐに手に入るですね。電子書籍は本当にボタン一つで読みたい本を買って、すぐにその場で読めるっていうのがやっぱり強いです。手軽さという面ではもう最強でしょう。まあ、強いて言うなら、発売時刻が厳密に決まっているので、フラゲができないっていうのは一つデメリットかもしれませんね。二つ目は、売り切れの概念がないっていうところです。最近は書店への配本がね、結構少なくなっているものも多いので、買いには行ったはいいんですけど、売り切れだったってなんてことはね、結構あるんですよね。まあ、電子書籍にはね、売り切れっていう概念はありませんので、まあ、その心配をする必要がないっていうのは、まあ楽ですよね。そして三つ目。セールの値引きが頭おかしいですね。これはね、電子書籍を導入して一番実感していることで、電子は本当にね、セールがね、頭おかしいくらいやってます。まあ、この後でね、詳しく紹介しますけど、角川が運営しているブックウォーカーなんかはね、もう毎週のようにセールしていますし、規模感も半端ないんですよね。直近でもね、70% オフのセールに、1コイン1円で使えるコイン還元を合わせたりと、とにかく破格なんですよ。まあ、うちのチャンネルコミュニティの方でもね、セール情報はね、こうまとめて投稿なんかしてるんですけど、まあ、たくさんのセールやってるわけですよ。こういうセールで買いまくってね、積読が増えるっていうね、ちょっと弊害はあるんですけど、とにかくたくさん本を買って読んでみたいっていう人は、電子書籍を取り入れることをね、強くお勧めしたいです。まあ、では逆にね、電子書籍のデメリットは何なのかっていうことなんですけど、まず一つ目は端末が必要になるってことですね。まあ、タブレットなりスマホなりがないと読めませんので、そこら辺はやっぱりデメリットではあります。
まあ、ただね、今のご時世スマホを持っていない人も少ないですし、まあ、今のスマホって性能もすごくいいですし、画面自体もね結構大きいので電子書籍向きではあるんですよね。まあ、個人的にはね、小説であればスマホでね問題なく読めると思います。というかね、自分はラノベを読むときもう完全スマホですね。まあ、動画の後半でね、スマホで読む場合のポイントなんかも紹介していきますが、まあ、正直言って全く不便はなく読めています。まあ、スマホでね読むとね片手で済みますし、寝ながら読みやすいっていうのもいいんですよね。まあ、目にはねめっちゃ悪いんですけど、部屋が暗い状況でも普通に読めますので、まあ、そこら辺もね紙にはないポイントだと思います。ただね、デメリットその2として、ある程度慣れるのに時間がかかるっていうのは間違いなくありますね。電子書籍に苦手意識を持っている人の大半は電子だと読みづらいっていう感じなんじゃないでしょうか。例えばね、紙よりもなんかこう目が滑るとか、なんか物語が頭に入りづらいとか、そういう違和感を感じてやっぱり紙に戻っちゃうなんていうこともあるんじゃないでしょうか。ただね、これに関しては読んでいるうちに慣れると思います。まあ、読み始めはねやっぱり違和感あるんですけど、ちゃんと読みやすいように端末側を調整すれば早く慣れると思うんですよね。まあ、そこら辺もね後ほど紹介します。続いて3つ目のデメリットですが、パラパラ読み返すのが不向きっていうのがありますね。これは正直電子書籍では克服できていないポイントだと思います。まあ、一応ね、電子にも付箋機能とかあるんですけど、やっぱりこう適当にめくって確かめるっていうのがやりづらいんですよね。まあ、この点はね、ちょっと電子を導入するところではまあ要注意ポイントって感じです。そして4つ目のデメリットとして、サービスが終了する可能性があるっていうところでしょうか。まあ、電子書籍ってね、正確には書籍を読む権利を買っているだけですので、書籍そのものを買っているわけではないんですよね。なので大元のサービスが終了すると、そこで買った本が読めなくなる可能性はありえます。ただね、大手の電子書籍サイトを使っていれば、まあそこら辺の問題は正直ほぼないと思いますね。まあ、むしろ大手のサービスが電子書籍から撤退するってなったら、多分ねそれ以上に出版業界自体が終わってる可能性があるので、まあね、今のところそこは気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。そして5つ目は、電子書籍化されていない本もあるっていうことですね。いや、こればっかりはね、まあどうしようもないですね。まあ、最近の本はね、ほとんど電子化されてるんですけど、古い本とかニッチな本ってね、結構電子化されていませんので、そういったものは紙で買うようにしましょう。といった感じでね、電子のメリット、デメリットを話していきましたが、どうだったでしょうか。まあここら辺をね、天秤にかけながら導入するかどうか決めるといいんじゃないかなと思います。続いて、おすすめの電子書籍サービスを紹介していきましょう。といってもね、自分もすべての電子書籍サイトを使っているわけではないので、今回はよく使う2つのサービスを紹介します。まずはこちら、Kindle ですね。まあこれは大鉄板でしょう。まあ Amazon が運営している電子書籍サービスですが、おそらく国内外でも最大規模のサービスです。Amazon が運営しているので、まあ潰れるっていうことはないでしょう。そういう意味では安心感はかなりありますね。それとね、セールもかなり豊富にやっているのもいい感じです。まあプライム会員とかに入ってるとね、Kindle で無料で読める作品なんかも多いですし、Amazon をがっつり使う人っていうのはね、非常におすすめなサービスです。まあ、Kindle に関しては、漫画やラノベ、小説、実用書、雑誌など、いろいろなジャンルを読む場合はね、特にいいと思います。まあ、月額サブスクの読み放題サービスである Kindle Unlimited にもね、非常にね、豊富なジャンル入っていますので、まあ、そこら辺もね、おすすめですね。まあ、それとね、Kindle 独自のタブレット端末の種類が多いっていうのもいいです。サイズバリエーションも多いですし、価格もね、安いものなら1万円かからずに買えるものも多いので、これはね、非常に手を出しやすいっていうのがいいですね。まあ、ただね、Kindle に関しては、ちょっとね、サイト自体が見づらくて、まあ、新刊書籍以外が探しづらいっていうのはあります。自分が知らない新しい本との出会いっていうのはね、ちょっと少ないかもしれませんね。続いて2つ目、これはね、先ほどもちらっと出ましたが、ブックウォーカーですね。まあ、角川が運営しているので、角川系列の作品がかなり手厚くフォローされています。まあ、当然ね、他の出版社の本もしっかり揃っていますので、ラインナップに関してはね、もう全く問題ないですね。特集ページなんかもしっかり作られていますので、新しい本との出会いなんかもいい感じです。まあ、サイトのページ構成も、Kindle よりも全然見やすいので、そこら辺すごくいいですね。まあ、個人的にはね、ブックウォーカーの方が Kindle よりもおすすめしています。それとやっぱりね、セール関連がぶっ壊れてるんですよね。特にラノベ系は、角川系列のレーベルがね、非常に多いので、割引セールもめちゃめちゃ充実しています。まあ、毎週ね、いろいろなシリーズのセールをやっていて、ついついまとめ買いしたくなっちゃうっていうのもね、注意が必要です。まあ、それとね、これは小説周りの話ではあるんですけど、アプリで読書環境をかなり調整できるっていうのもめっちゃいいポイントですね。
例えば画面の背景色を4パターンで変更できます。ベースとなっている白はもちろん、黒、セピア、クリームといった色に変えられるんですよね。ちなみにこれがね、白とクリームとあと黒の画面ですね。電子書籍を使う人って目が疲れるっていう人も非常に多いと思うんですけど、まあ、自分としてはね、真ん中のクリーム色にするだけで目の負担がだいぶ和らぐので非常におすすめです。まあ、他にもね、文字サイズ、行間、余白などかなり細かく調整ができますので、これがね、めちゃめちゃいいんですよ。まあ、ベストな読書環境を用意すれば電子書籍をね、読むのにもすぐに慣れると思うので、これはね、ぜひいろいろ試してみてください。そして最後にね、ラノベ読みに特におすすめしたい最強のサービスを紹介します。それがこちら、まあ、先ほど紹介したブックオーカーの読み放題サービスです。まあ、今だとね、月額800円程度で文庫ラノベがね、1万冊以上読み放題っていう破格のサービスになっています。まあ、ざっとね、ページ見て紹介しますけど、過去の名作から最近の人気作までめちゃめちゃ充実のラインナップなんですよ。読み放題サービスの中でも破格と言っても言い過ぎじゃない、頭おかしいサービスだと思いますね。もうぜひね、一度公式サイトの方でタイトル一覧チェックすることをお勧めします。まあ、ラノベ読みなら本当に入って損はないので、マジで使ってみてください。まあ、文庫ラノベならね、2冊くらい読めば1ヶ月分の元取れますので、コスパもめちゃめちゃいいんですよね。まあ、初回はね、1ヶ月無料でね、入れますので、ぜひ試してみてください。まあ、ただこの読み放題サービスなんですけど、今年の8月にリニューアルというかね、ちょっとね、値上げが入っちゃうんですよね。まあ、ラノベの読み放題がね、月額836円なんですけど、8月からはね、漫画雑誌の読み放題と抱き合わせで月額1100円になってしまいます。個人的にはね、漫画雑誌の方はね、あまりちょっと読みたいものが多くはないので、ラノベだけ読みたい人にとってはちょっと値上げって感じです。ただそれだけでも破格のサービスなので、本当に忖度とかなしでガチでおすすめします。いや、これマジで案件とかじゃなく、もう延々に推しているサービスなので、むしろこうブックオーカーさん案件待ってますっていうレベルで、このサービスは本当にね、使ってほしいって思ってるんですよね。ちなみにね、電子書籍のサービスってクレジットカード払いが一番楽なんですけど、キャリア決済とかコンビニでウェブマネーを買って、まあ、チャージするとか、いろいろな支払い方法が準備されているので、まあ、自分がね、楽な方法で試してみるといいと思います。まあ、特にね、学生の方とかでね、クレジットカード持っていないっていう方でもね、いろいろな方法がありますので、ぜひ一回試してみてください。まあ、自分がね、学生だった時にこのサービスがあったらもう絶対入ってると思いますね。ということでね、今回は電子書籍のメリットに関していろいろと話していったんですが、どうだったでしょうか。紙派の人も電子書籍を試してみるとね、かなり読書ライフがはかどると思います。まあ、ぜひね、活用してみてください。以上、本動画はここまで。この動画が面白かった方は、高評価ボタンをポチッとするか、もう一本別の動画を見て応援してくれると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。またね。